チャオチャオチャオ。どうもバヤチャオです。2020年がもうそろそろ終わってしまうということで、バヤチャオにとってすごく変革のあった1年でもあった今年2020年を、最後改めて時系列順に振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。まずね、今年一番でかかったのがもちろんね、個展、ポケモン展。2019年の冬頃にクラウドファンディングでご支援いただいた資金で、東京で8月下旬に開催したんですけど、半年間ずーっと、MV の準備だったり、ビジュアルブックの書き下ろしだったり、展示物の準備だったりしてました。もうめちゃくちゃ追われてた。 MV も本来ならばね、作る予定はなかったんですけど、クラウドファンディングの目標金額の終了5日前頃にクリアしたんで、そこからもともとずっとやりたかったって夢だった楽曲を依頼して、オリジナルでミュージックビデオを作るってストレッチゴールを設けて、それもありがたいことに集まって、憧れだったオスターさんに楽曲を提供していただき、大好きな歌声のシシタマヨさんに楽曲の歌唱をしていただきました。オスターさんにね、楽曲を提供していただきたいっていうのをもはや初詣に願掛けしてたくらいだったんで、その上もうそういう話が出たって頃も、向こうも察してくれて、一方的じゃないところもね、すごく嬉しくてね。他にもね、同時期に初めてお仕事で音ゲーに自分のイラストのジャケットを収録していただけました。やったぜ。去年個人的にアニメーションを作らせていただいた、お願いコンコンお稲荷様って楽曲なんですけど、動画も七平さんの方のチャンネルで、投稿してからまだ、4ヶ月くらいで50万再生くらい超えてるんで、本当にびっくりしました。この前見に行って、目指せ100万再生でね、結局個展は某ウイルスもろもろで開催できるかすごい不安だったんですけど、無事開催することができました。来てくださった方とたくさん交流できて、普段の即売会イベントでは話す余裕も全然ないんで、雑談したりお絵かきしたり、すごく新鮮で楽しかったです。1週間もずっと楽しかった。すっごい、もうね、某ウイルスのせいで来れなかったって方も多かったんで、そこがすごい悔しかったんで、またやりたいでね、それからというものね、今までイラストばっかり描いてきたバヤチャオなんだけど、今こうしてバビチャオとして分身的な感じだけども、VTuber 的なことも始められたのもすごく大きなことでした。今まで大っぴらにはせず、声とかの演技はやってきたんですけど、ちゃんとした性能のマイク買ったり、パソコンも新調したりして、お絵かき配信だったり、おしゃべりだったり、今までやってみたかった歌ってみたまですることもできたのでね、もうめちゃめちゃ進歩しました。もう一回勇気出したからね、もう今すごい普通に配信できてるしね。しかもさ、初めてまだ4ヶ月だからさ、もうね、もうこれからもっと頑張って、たくさんの人に見てもらえるように頑張ります。もうめちゃめちゃ頑張ります。最近は配信だけでなく、シナリオを練って声当てて、イラスト描いて、動画組むアニメーションとか、自分にしかできないことにも挑戦し始めたりと、本当に挑戦の1年って感じでした。新しいことを始めるのってすごいいろんな不安があるんですけど、なんかもう面白そうっていう思いの原動力で考えるより先に突っ走るタイプなんで、もう少々雑なところもありますが、もう多めに見てください。もうこれからもこの調子でいろんな作品を作ってまいりたいと思います。ってことでね、こんな感じでまとめたんですけど、改めてまとめると本当に濃厚な1年でした。もう学校がオンラインで、もその分時間もたくさんあって、もうクリエイティブいっぱいできた1年でした。もうね、これからももっと、夢や目標を作っては叶えていきたいので、これからもついてきてくれる方は、ぜひついてきてくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。もっともっと技術の方も身につけて、イラストや動画などのお仕事とかをご依頼いただけるようになりたいです。とめちゃめちゃバヤチャオの頑張りと目標を語った眩しい動画になりました。もう今年めっちゃ頑張ったから、もう偉いバヤチャオ、もう誕生日にウルトラチーズのピザ食べるからな。12月31日だから、じゃあピザ食べてきます。バイバイ。